甘利層は、海野国の荘園。海野西部の駒郡に所在する。甲府盆地北西部に位置し、甘利三登録に立地する。一帯は、和名類樹賞に見られる。律令成果での駒群横行に否定され、甘利とは、合編成の規定である五十個に見とない編成された、佐藤を意味する。衝域は、南限が五直市側によって隠され、南には、八田巻、小笠原層に接する。 甘り層の成立時期は不明であるが、平安時代後期の藤原忠残への日記、との歴、天人2年10月11日上によれば、同年に、かやいにおいて行われた競馬に忠実所有のまりの影が出馬している。また、同書の天人2年9月26日上でも、まりの栗毛が出馬しており、甘り層は、忠実所領の荘園があるいは、巻として成立し、 中央への組めが行われていたと考えられている。あまりそに関する確実な所見資料は、平時元年うる五5月宝総合飲料層、注文、当時有利文書で、宝総合飲料目録に挙げられている12箇所の荘園のうちに見られ、他の東国荘園と同じく繊維製品が三木上品に挙げられている。 平安後期の天正元年には、日立国から源の乗り木を、清光親子が、甲斐の国一川荘へ配慮される。清光の子孫は、甲府盆地の各地へ進出し、甲斐、源氏の一族となった。清光の子、武田信義は、甲斐、源氏の棟梁となり、現在の煮崎市上山町、武田の地に館を構えたという。新儀の子、一条、忠頼の頃には、 あまりそにより、尊皮文脈によれば、ただよりの子、ゆきただが、あまり氏を称したと言われる。江戸時代後期に編纂された、海の国史では、韮崎市朝日町上城北割に所在する、大臨寺境内を館跡としているが、境内にあたる、大臨寺東遺跡の発掘調査では、戦国期の遺物は見られるが、中世前期まで遡る、遺構や遺物は見られない。 自称4年から発生した自称、樹衛の乱において、甲斐、源氏の一族は活躍し、伊豆国の源の頼朝の武家政権に参加する。東鏡によれば、元略元年に一条忠頼は、鎌倉において頼朝に暴殺され、行忠も処刑され、甘利僧も没収されたという。その後、甘利僧の在地領主は定かではないが、武田福寿丸猛史上、 八坂神社記録によれば、南北朝初期に没収された、伊佐ーミクリアの還付を願う、武田正義の子、武田福寿丸が、忠義子孫に、あまり層が還付されたことを先例として挙げている。海一条氏は、忠義守後に、武田信光の子、一条信長により継承された。信長は、上山城武田に鎮座する、武田八幡宮へ、大般若境を奉納しており、 信長の孫、時信の,の子孫は、戦国時代に、甲斐、信濃の国境を防備する、向川州として配置されているなど当地との関わりが、深く、あまりそうを領有していた可能性が考えられている。鎌倉時代には、本家の宝総合院が衰退したため、甲斐、源氏の支配を脱していると考えられている。文明8年4月27日法上自習下し文 キ三ミラ文書によれば、鎌倉時代後期に甘利荘が北条特捜家領であったことを示しており、幕府執権の北条時宗は武田三郎入道名医を甘利荘南方の次東代に任命している。このことから甘利荘においては、荘園を分割する下地中文が行われていたことが確認される。戦国期の文書にはまりを冠した分割地名が見られる。 自当大の武田三郎入道名医は武田姓を称していることから、甲斐、源氏の一族と推定され、通称三郎を称していることから一条、信長の子、一条議長に否定する説がある。一方で、この文書では、北条氏の命で武田氏の人物が自当大に任命されていることから、自当は北条氏で特捜機関であった武田氏が自当大に任命されたと、 解釈する説もある。さらに、特捜機関である武田氏としては、通称、サブローを称している、武田聖光、武田信家が存在しており、いずれかに該当するとする説もある。戦国時代には、戦国大名化した武田氏の不大画廊に、まり氏がいる。まり氏と当初との関わりは不明であるが、上条あずまわり教塚度の教図名文などに、存在が確認できる。 戦国期には会、列島規模で荘園の解体が進み豪村が成立し、あまり層も上条と下条に分裂し、解体したとされる。一方で戦国期の地行宛てがい上、安ンドにおいて、旧あまり層域の豪村では、豪村名にあまりを関する事例が散らしており、戦国期においても旧あまり層の貴族意識が存在していたと考えられている。 甘り想の称号陳次は、韮崎市大草町上城東割に鎮座する南宮大神社で、戦国期にも地域において祭礼が実施されている。秋山 P110、韮崎市市秋山 P112、網野義彦、海野国の荘園、高領と、地頭、御家人、秋山、ピアニッシモ、112から113平山 P335。ありがとうございます。